アスコエンタープライズの真壁です。インディペンデントトラックの説明をさせていただきます。インディペンデントトラックは1978年にアメリカで設立された最も古いトラックカンパニーで、インディという愛称で世界中のスケーターたちに愛用されているトラックブランドであります。トラックはデッキとウィール、ベアリング、デッキ、ウィール、ベアリングをつないでいる鉄の部分のパーツをトラックと呼びます。すべてのパーツをつないでいる心臓のようなとても大事なパーツです。そのためサイズや種類もたくさんあり、シャフトがここですね、のこのウィールの位置の高さ、重量なども自分の好みのトラックを選ぶことができます。インディペンデントトラックのサイズの紹介をさせていただきます。全部で8サイズに分かれており、必ずデッキのサイズに合わせたトラックのサイズ選びが重要になります。109、 6.25 から7.6 まで、129、 7.4 から7.8 まで、139、 7.8 から 8.2 まで、144、 8.2 から8.375 まで、149、 8.375 から8.6 まで、159、 8.6 から9.0 まで、169、 9.0 から 9.5 まで、215、 9.5 から10.5 までを推奨しております。しっかりしたデッキサイズに合わせてトラックサイズを選びましょう。インディペンデントトラックのどんな種類があるのかを説明させていただきます。スタンダード高さ 55mm、 標準モデルで土定番のノーマルタイプとなっております。フォロー高さ55mm、 シャフトとキングピンが空洞になっており、スタンダードよりも 7% 軽量化されています。フォージドフォロー 53.5mm、 シャフトとキングピンが空洞になっており、さらにフォージド製法で作られた薄く軽量なベースプレートを使用、スタンダードよりも 10% 軽量化されております。フォージドチタニウム高さ 53.5mm、 チタニウム素材の強くて軽いシャフト、中空キングピン、フォージド製法で作られた薄く軽量なベースプレートを使用、スタンダードより 15% 軽量化されており、インディの中では最も軽量なタイプとなっております。ミッド 52mm、 インディで一番高さの低いタイプ、インバーテッドキングピンを、反転しているキングピンのことですね、を使用し、ナット部分の摩擦を軽減、グラインドがスムーズになるような設計をされています。インディペンデントのシャフトの高さで何が違うのかを説明させていただきます。インディは3種類の高さがあり、スタンダード 55mm、フォージドベースプレート 53.5mm、 ミッド 52mm があります。シャフトの位置が高いほどターンの可動域は広くなり、よく曲がります。逆に低いと曲がれる範囲は狭くなりますが、安定感が増し、さらにノーズやテールへのヒットが速くなります。自分の滑りに合ったトラックをじっくり選びましょう。